こんにちは。素直サイズ、なおです。今回は、アームカバーのタイプ B、途中経過になります。試作で編んだ、湯沢屋さんのフリーソック、コットンと、オパールのコットンは、糸の感じが違うなって感じていて、ちょっと編み地がどんな風になるのかなっていうのは気になりながら編んでいて、でちょっとある程度今も3号の輪針に変えて編んでるところまで編み進んできたので、ちょっと試着をしてみようかなと思います。でこちら側はスチームを少し当てています。で編み地がちょっと平たくなるようにしてあって、こっちはもう編んでるそのまま何もしていない状態で、ちょっと違いがわかるかなと思って片方だけスチームを当ててみました。こんな感じになっているんですけど、これをちょっとね試着したいと思います。このあたりを端っこの方をちょっと仮止めしていきます。スチーム当てたので仮止めがしやすいです。仮止めが終わりました。これでねちょっと試着をしてみます。こんな感じですね。結構ゆとりがある感じです。フリーソックコットンの方もちょっとつけてみます。こんな感じです。やっぱりね糸の感じは見た目にもわかるかな。つけ心地はやっぱりオパールコットンの方がさらっとしていて、この模様のところのこうポコポコした感じもこっちは感じないかなって思います。フリーソックコットンの方はちょっとメディアスの方はあんまり感じないんだけど、の模様のつぶつぶのつぶつぶっていうとあんまり好きじゃない人がいるかな。模様のこの凹凸のある部分がちょっと大げさに言うとちょっとチクっていう感覚があるかなって思います。そこまでチクチクするっていう感じじゃないんだけど、なんかちょっとこう編み目を感じるような気がするんだけど、オパールコットンの方は模様の方でもさらっとしてるなって感じです。と個人的にはそんな風に感じています。特にこう点で当たるみたいな感覚はないです。
こんな感じ。ということで、ちょっとあの初めて編んでみる模様と、こういう手につけるものを編むのは初めての模様なので、ちょっと試着を試しにしてみました。良さそうです、とっても。ということで、この後は このままどんどん編み進んでいきたいと思います。でね、3号のところまで、1号を2号を2号針、ここから3号針に変えたところです。でこのままちょっと編み進んで仕上げてしまいたいと思います。一応この3号の針も80センチなんだけど、結構あのくるくるコードのくるりん具合が結構強くて、あんまり編み地が落ちすぎない、逆にコードのこの丸まり具合が強いから、あんまり下まで編み地が落ちていかないので、ちょっと一箇所だけ仮止めしてどんどん編み進めています。1号の時はあのコードのところに編み地が落ちていくのを防ぐなんかゴム結んでたんですけど、今はもうしてないです。でちょっと模様編みの1号のところでちょっとだけご説明しただけだったので、またおさらいをしておきたいと思います。編み始めは向こう側から針を出して糸を持ってきたら外して、そのまま糸をかけて押さえて、裏編みの2目一度をします。この時も裏編み2目一度編み切るまで掛け目は私は外さないようにしています。押さえて裏2目一度したら、針がしっかり出るところまでやってから離して糸を針を抜くっていう感じにしています。表編みを2個、また掛け目押さえて裏2目一度、掛け目押さえて裏2目一度。これの繰り返しになります。2回ずつだからそんなに間違えちゃうっていうことはないかなと思っています。あとはね、編み地をよく見て、今がメリヤス編みなのか、掛け目裏2目一度する編み目なのかっていうのをなるべく見て気づけるようになるといいのかなと思います。こちらもね、どんどん進めていきたいなと思ってるんだけど、トートバッグのリメイクをしてみたりとか、ワンダーコットンの
ベスト、太い針で編むのを編んでみたりとか、靴下編んでみたりとか、ちょっとねいろいろ手を広げちゃってるんですけど、なるべくこちらをもしね編んでくださっている方がいたら、もう同じぐらいで進んでるのかな、もっと早い方もいるんですかね。あとね、針が細いからなかなか進まないって感じちゃうかもしれないんですけど、靴下を2足分ぐらいの糸を使うのかな、 80g 以上編まないといけないので、ちょっとねまだ梅雨に入ってるところだから、そんなにお日様に出会えていないんだけど、梅雨が明ける前までにはこちらもね仕上げたいなと思います。あの冷房の冷えよけにもなると思うから、あのお家の中で使うのにもとてもいいんじゃないかなと思います。どうしてもね、私は冷房にとても弱くて、どんなに暑くてもなんかすぐ上着を着ちゃいますね。電車とかも上着を持って行かないと大変なことに、具合が悪くなっちゃうので、なんかねあのストールとかマーガレットとか編めるようになってきてるから、ちょっと今年は自分で作ったものを持ち歩いてどんどん着たりつけたりして、冷房とか紫外線とかを対策していきたいなと考えています。こちらのアームカバーも日焼け対策とか冷房の冷えよけとかになるといいなと思っています。なんか編み方の追加で気をつけることをお話ししようかなって思ってたんだけど、なんか特にないかな。本当に普通の裏編みも苦手っていう方もいらっしゃると思うんですけど、編み方のコツは分かりません。こんな感じで編んでいます。模様編みはだんだんかごめ編み挑戦してみたいって思ってくださってる方とか増えてきてるなって感じているので、素敵な編み地なので、よかったら頑張ってチャレンジしてみてください。これね、こ
ここは裏編みだけど、2目一度下目とかけ目、2目一度下目とかけ目っていう形で、この編み地を覚えておくと、かけ目を忘れちゃった時とかに、なんかこの順番が変わってきちゃったりして気づいたりっていうのがあるかなと思います。私はあんまりかけ目を忘れちゃうってことがあまりないので、ほとんどないかもしれないんだけど、結構たくさんかごめ編みっていう編み方は、全部かごめ編みもメリヤスと組み合わせた2目だけ、4目分とか6目分とかっていう形で、結構たびたび編んでいるので、もうね、身についたっていう感じがします。なので針から落ちちゃうっていうこともほとんどないし、かけ目を忘れちゃうっていうこともほとんどなくなっています。なので、焦らなくていいので、ゆっくりと編み地を見ながら、編み目を見ながら、合ってるなとか、あれここちょっと違うなとか、なんかそういうふうに気づけるようになるといいのかなと思っています。結構針が細いので、ゆとりはそんなにないから、針から落ちちゃうっていうことはないんじゃないかなと感じています。いつも着るものを編んだりするときは、私が結構同じ太さ、その4本寄りのオパールでも針を6号とか8号とかで編んだりしちゃうから、結構ゆるゆるして針から目が落ちちゃうっていうことが起きちゃうのかもしれないんですけど、今回は結構コンパクトな感じなので、ゆるさはそんなになくて、きつく編んでるってこともないんですけど、そんなに余分なぐらい糸が針の周りを回ってるっていう感じじゃないからか、慣れると意外と編みやすいかなって思います。目が落ちちゃうっていうこともないんじゃないかと、私は感じているんですが、どうでしょうか。こんな感じです。ちょっと今回もそんなにたくさんは編まなかったんですけど、こちら、もしのアームカバーは2目ずつ、2目と4目を、4目だけどかごめ編み2回みたいな感じで、ストールを編み始めてくださってる方もいるようなので、の編み地をよく見ながら、一番は針から落とさないようにと、かけ目を忘れないっていうの大事かなと思います。あとは急がず、ゆっくりと確実に
救っていくっていう感じがいいんじゃないかと思っています。今日はちょっとスチームを当てて試着をしてみました。の着け心地はすごくいいのはオパール毛糸かな、オパールコットンかなって感じています。こちらもの柄とか色合いが可愛いのでいいんですけど、こういう腕の方とかって毛糸が触れることってそんなにないから、もしかしたらフリソックコットンはちょっとチクッと感じる方もいるかもしれないので、個人的にはオパールコットン2個しか編んでないけど、オパールコットンの方がチクチク感やちょっとこう柄の、違和感みたいなのはないと思います。お好みの色柄や触り心地があると思うので、もっともっともっと刺激のない糸もあると思うんですけど、私が編んでる中ではオパールコットンは肌触りがいいなと感じています。じゃあアームカバータイプ B は次回は3号の針で適切な丈まで編んだらメリヤス編みを1往復するっていうところから始めたいと思います。このかごめ編みの掛け目の部分をちょっと後ろに針を入れてすくって表編みにするみたいなやり方をしているので、一応ここもやっておきますが、他の作品でもこのかごめ編みからメリヤス編みへっていう編み方の説明は他の動画でも結構何度もやってるので、分かる方はどんどん進んでください。でその時に多分仕上げのところまでやりたいなとは思っています。なのでここを閉じるところも他の動画で見たら分かる方は分かると思うので、どんどん進んでもらってもいいと思います。一応このすくうところ閉じるところを一緒にやりたいなと思っています。結局長々と喋っちゃったんですけど、今回はここまでです。仕上げて3号の適切な長さまで編み進めたいと思います。今日はここまで、最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。